相澄先生こんにちは。こんにちは今日もうなぎ釣りホームグラウンドのこの藤沢のポイントですね、はい、こんな感じのポイントに行きました。前回、ナマズと鯉しかかからなかったんで若干ポイントを変えて、はい、今日は挑んでいきたいと思います。川でうなぎは釣れるのか。絶対釣れます。土曜の牛の日に何でもないんで土曜の牛の日に間に合わなかったからね、うん、あまあでももう釣れるまでやりますって宣言しちゃいましたから、はいはい、やるしかないんです、はいはい、で今日のポイントは今日は、はい、前回と同じ川なんですけど、はい、前回持ってかれちゃったじゃないですか。持ってかれちゃいましたね鯉に。それで鯉対策として、はい、絶対動く持ってかれないところに縛りつけるっていう、はいはい、でね、泉先生が川の中に入らなくてもいいように。そう、はい、自分のことが川に落ちて追いかけて川にいたらこんな大きなフグだった。フグ？そう、はい、自分自身に縛りつけるのが良かったんだけど、はい、そうすると身動き取れないから。そうです、ね、今回これを見つけました、はい、見てください、はい、これです。じゃじゃん。ここですね、人工物なんですよこの岩、はい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 、でこれをフェンスでがっちり固定してるってことが分かりましたので、はいはい、投げて出した糸をここにくくりつければさすがの鯉も持ってかねえだろうと。鯉、ね、対策バッチリですね。もういっそのこと一回鯉釣り上げたいですね。鯉釣るんじゃないの？いやいやいや、鯉いくら釣ってもこのチャレンジ終わりませんよ。えっつっ失礼しました。カトチャバリのヘクシが出ましたね。失礼しました。ジャージさんが喋るとアレルギー反応。そうですね。出ちゃう。刺され対策もバッチリしといてください。早速ここを刺されました。ここすごいとこ刺されましたね。まあ、泉先生今何時ですか？今6時ちょっと前ですね。6時ちょっと前なんで、地合いがもうすぐ来ますんで、はい、急いで仕掛け作りましょう。はい、はい、頑張っていきましょう。ラジャそれ出しすぎじゃない？あ絶対絡まる。 100% 絡まる。いい感じで出てたね今ね。泉先生今度は何を思いついたんですか？それ魚がかかったらどうするんですかそれ？その時考えるまあまあじゃあそれはそれでいいですよ。で次はカラビナでやってください。はい、魚影反応ありです。なんだろうこれ、うなぎかかってくんねえかな。今仕掛け投げ終わった直後だったんですけど、地元の方が釣れるポイントをちょっと教えてくれましたので、吉と出るか凶と出るか分かりませんがこれからちょっと移動したいと思います。はい、じゃあいきます。あ、いけるね。ほら、ね、うん。あ、なんかもうかかった。もうかかった。かかった、かかった。かかった、かかった。かかった。かかった、かかった。あ、うなぎ、うなぎじゃない？嘘。あ、ナマズか。本当？これナマズって。これもう持って帰る、持って帰る。あ、すごい。いらないから、いらないから。え、これなんだこれ。これなんだこれ。
ナマズでかかわいい。あーあもう一回もう一回やろう、もう一回。え、餌なんすか。すごい。餌なんすか。ミミズ。今6時半です。ちょうどいい時間ですね。聞いてる？聞いてない？あ、来た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 。ドラム締めて、ドラム締めて。よし、フッキング、フッキング。あれどう？ああ来てる？来てる？どうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って、タモ来てる？なんかわかんない。ああ持ってかれる。海釣りでもこんな強い気ないかったのに。あ、ちょっとどうしよう。どうしたここまで上げられる？ちょっと待って、こういう時はすぐにやらないんで、ちょっと弱らせる。今どういう状況ですか？今、点と点の戦いです。点と点の戦いです。濃いですね。濃い？これ、竿を折れちゃったやだから、糸で引っ張ってもいい？うん。泉先生、じゃあ玉を変わってもらっていいですか？泉先生、はい、コイかサメかどっちか。サメってことはないでしょ、淡水なんだ。どうしたらよかんべ。はい、いや、これは上がんねえな、絶対上がんない。あの、なんでもないさ、あのペットボトル持ってきてますから。ペットボトル浮いた？もはや宙を浮いている。入った？入ったね。入ったね、入ったね。おお、取ったな。でかっ。俺60センチぐらいあるよね。今まで釣った魚の中で一番大きい。うわ、でかっ。濃いです。じゃあリリースしましょう。はい、巻いてみる？巻いてみよう。もう一回だけやって今日は帰りましょう。楽しかったですね。めっちゃ楽しかった今日はあのうなぎじゃなくてナマズが釣れましたけどね。あ、ナマズは釣れなかったですね。ナマズちょっと惜しくも逃しましたけど。でもこの間コイは絶対釣り上げるって言ったじゃないですか。あ、そうですね、泉先生の敵討ちができましたね。復讐できましたね、コイに。リールがこう負けないでぐるぐるって逆回転しちゃうあの感じ。あれはちょっとあのロックし忘れてました、リールを。あ、そうなの。はい、海釣りでもあんなこう持ってかれる感じ。そうだね、結構引いてたね。てそうだね、あのしっかりしっかりファイトしてたね、うん、あれだね、あのペットボトル釣りよりやっぱ竿のが楽しいね。そう思わない？もうあの今日、うん、あのペットボトル落としてすぐにかかったナマズ、うんうん、まさに6時半ごろに。6時半ですね。そう、あの奇跡の慈愛の時に、はい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 、あのすごい大きな、こんな最初ウナギだと思ったんだけどそんなに大きかったっすか。こんな大きな、ね、ナマズでかっかわいい。ああこんなに大きかったっすか。こんな大きな、ね、ナマズがかかったので、それは釣り上げられませんでした。そうですね、まあでもね、この間泉先生、あの恋に翻弄されて、あの悔しい思いをしたんで、その復讐ができましたね。でもうなぎが釣れるって、あの近所に住んでるおじさんに聞いたから。そうですね、やっぱりあの地元の人の情報って貴重ですよね。貴重だし、はい、あの
うなぎ泳いだようじゃなく、うん、実際俺釣ったよ先週みたいな、ね、うん、ついこの間釣ったよみたいな感じだったもんね。 そこでみたいな、だいぶ熱い情報だったねあれね。熱いよ。はい、じゃ あの本命のうなぎは釣れませんでしたけど、なんとかね、あの恋に復讐はすることができましたんで、じゃあ今日はこのどこでしたっけ、ここ極楽湯、極楽湯で温泉に浸かって帰りましょう。はい、はい、行きます。やってきましたよっ、泉先生、ただ泉先生、はい、静かにしてください。コンプタミズをできです。買ってきましたね今日はね。今日は買ってきました。はい、この間の耳ざまったく。伊集院先生、気をつけてください。この間コメントをいただいて、ペットボトルの底の方から投げたらいいんじゃないかっていうことで言われましたんで、今回それを試してみたいと思います。ここに落ちました。泉先生今投げ方が明らかにおかしかったですよ。まあでもラインはちゃんと出てますね。引っ越しにしてください。まあじゃあ1個目はこれでいきますか。今向こう側にいる釣り人に声かけたんですけど、うなぎやってたんですよ、うん、でうなぎ何回もここで釣ってるって、うん、で雨上がりがいいんだってここは。ここはっていうか基本的にそうなのかもしれないんだけど、うん、雨上がりに来ると釣れるんだって、うん、やった。昨日雨降ってたよね。はい、いいよ。いいとこ行ったね。いいとこ行ったね。ライン出てます？お、出てますね。じゃあこれでしばらく待ちましょう。仕掛け投げ終わりましたね。疲れちゃった。初めてじゃないですか、あの仕掛けをちゃんと投げ終えたの。そうね、10本やるって言ってたけど、5、6本で終わりしたじゃないですか。5本ぐらいで1、2、3、4、5本ぐらいで。だって今日は十分でしょ。今日はペットボトルが少なくて投げれなかったじゃないですか。十分、ペットボトルが少なくて十分です。これで十分です。これ以上投げたってね、そんなん大変だよ。その後雨降るし、雨で大雨降って大ずぶ濡れになった時にもう回収するの嫌になっちゃって、もう来週来よっかみたいな話になるんだよ下手したら。なし。あれ？倒れてる。一個倒れてる。本当。え、ラインも張ってない？これ。ちょっと引いてみてください。全然重くないですか？いないね。いないけど、ミミズもいないで。いない。今日も腰が入ってますね。ミミズいそうですか？やばいやばい、やばい。ちょっとね、あのポイントを変えて藤沢に来ました。はい、ここすごいよく見つけたね。そうなんですよ、ちょっとね、いろいろ地形を見て良さそうなとこ探してて、ここがいいかなと思って。ここやばい。良さそうでしょ？ここやばい。ここいいよね。ここやばい。ちょっと早く地合いが来る前に仕掛け作りましょう。やばいよここ。やばいよやばいよやばいよ。やばいやばい。泉先生、出川みたいになってますけど。やばいやばいやばい。しかもほらなんかこう仕掛けやすそうじゃないここ。ね、絶対来る。ここで初うなぎ行きます。初うなぎ行きますか？もうぬかか
見せされたんで、もう準備万端ですよ。はい、もうだんだん慣れてきましたね。よっしゃー、はい、頑張りましょう。よし、はい、泉先生、今日の仕掛けはどんな感じですか。はい、中道小森を通したハリスです。はい、道糸、はい、ですね、それ道糸です。ハリスは3号のハリスに、はい、うなぎの針をつけてますね。こういう形です。はい、でこんなシンプルのあ、それ針の形ですか。いきます。はい、じゃあいつものやつですね。はい、ペットボトルが川に落ちて、追いかけて川に行ってる。こんな大きなフグだった。フグ、今巻いたら、どういうこと、食いちぎられて、え、持って帰った。かかったってこと。嘘、こんな大きい、こんな大きな、何、こんな大きなフグ。フグじゃないでしょ。フグ、フグここにいないっすよ。フナ、鯉、鯉、あ、鯉、もうぐんぐん持ってかれて、どうしようと思って。それで追っかけたら川に落ちちゃったんですか。うん、落ちた。先生、川に落ちたんですか。落ちた。うなぎだと思ったから。え、それで、それで今逃げられた、エラ笑いされて逃げられた。だってすごい勢いで落ちて、ギュ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 って上まで持ってかれたから、もう焦って。え、それで、それでどうやって回収したの。だから川に入ってだからもう大丈夫だよ。か、え、ここの川に入ってったの。うん、だってベルトボットだから。私のうなぎっつって。そう、え、それでその鯉の魚体見えたの。いや、もう今ここまで持ってって引き上げるのどうしたらいいかなと思って。嘘、考えてたらエラー洗いされて、うん、で、ペロッていなくなった。うわぁ、マジで大丈夫ですか、泉先生。よくここ入ってったね。じゃあ泉先生、仕掛け終わったので、あのさっきの恋バナお願いします。フナ、フナじゃなくて恋でしょ。どんな感じだったんですか。もうなんかバシャンって言うから、うん、ペッって見たら、もうペットボトルがフラ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 ギュ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 フラ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 ギュ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 ンって言って、川上に持ってかれんの。で流れは こっちでしょ。多分さ、反対方向に持ってかれるから、明らかにかかってるね。明らかに何かが引っ張ってるっていうんで、どうしようどうしようって言って、それで火を消してザブーンってやって、ズイ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 ってパシってやって、で、もうこうにやったら、うん、パシャーってあっちでやってんの。うそ、でも雷魚かかったと思って、うわー、でこうにやったらもうバシャーンとかって、でも こんなになっちゃってバスマットぐらいあったよ。あ、そう、うん、うわー、映像撮りたかったな、それ本当めちゃくちゃ撮りたかったよ。がっかりしちゃった、うなぎだと思ったのにさ、まあ、がっかりするけど、いや、鯉せっかくだから釣り上げたかったね。それで、あの、こんななっちゃった。泉先生、わんぱくですね。泉先生、ちょっと休憩ですね。帰ったらうなぎが釣れてますよ、きっと。楽しいだな。これ何ですか、泉先生。冷やし豆乳そぼろ。あ、豆乳が入ってるんだね、これね。あ、違う、ごま担々。全然違うじゃん。
うん、もちもち。美味しい。これ美味しい。夜も更けてまいりました。更けてまいりましたね。何か様子が変わっております。様子変わってますか。はい、まず水かさが増えた。あ、水かさ増えたね。うん、あと流れが速くなった。お、確かに確かに、うん、確かに水かさ増えた。なんか、うん、魚たちが寝る準備を始めてます。困りますね、うん、でペットボトルの様子はどうですか。変わらずです。倒れてないですか。はい、引き上げていきたいと思います。はい、お願いします。